この動画では、社会の歴史分野、江戸時代の開国、江戸幕府の滅亡について学習します。チャンネル登録をよろしくお願いします。第1問。1792年、根室に来航し、日本人の漂流民を届けるとともに、幕府に通商、貿易を求めた人物は誰ですか？正解は、ラクスマンです。1792年、ロシア使節のラクスマンが根室に来航しました。ラクスマンは、日本人の漂流民を届けるとともに、幕府に通商、貿易を求めましたが、幕府は鎖国を理由に断り、帰国させました。第2問。1804年、通商を求めて長崎に来航したロシア使節は、誰ですか？正解は、レザノフです。1804年、通商を求めて長崎に来航したのは、ロシア使節のレザノフです。レザノフに対しても、幕府は鎖国を理由に断り、帰国させましたが、その後も、たびたび外国船が来航するようになりました。第3問。ロシアなどの外国船が来航するようになり、危機を感じた幕府が探検家に命じた、蝦夷地やカラフトなどの探検のことを、何と言いますか？正解は、北方探検です。ロシアの接近に備え、幕府が探検家に命じた、蝦夷地やカラフトなどの探検のことを、北方探検と言います。第4問。幕府に北方探検を命じられた人物を、2人挙げてください。正解は、間宮林蔵、伊能忠敬です。幕府は、間宮林蔵や、伊能忠敬らに北方探検を命じました。第5問。1808年、オランダ船を追って長崎に侵入したイギリス船が、船の燃料や食料を奪った事件のことを、何と言いますか？正解は、フェイトン号事件です。1808年、イギリス船のフェイトン号がオランダ船を追って長崎に侵入し、船の燃料や食料を奪う事件が起こりました。この事件のことを、フェイトン号事件と言います。第6問。ロシアやイギリス船の来航の増加に対し、鎖国を守るため、1825年に幕府が発令した法令のことを、何と言いますか？正解は、外国船、異国船打ち払い令です。ロシアやイギリス船の来航の増加に対し、幕府は、1825年に外国船打ち払い令を出し、中国、オランダ以外の外国船を追い返し、鎖国を守ろうとしました。外国船打ち払い令には、外国船は有無を言わせず攻撃して追い払い、上陸してきたら撃ち殺してもよい、と書かれていました。第7問。1837年、日本人の漂流民を引き渡そうと来航したアメリカ船を、外国船打ち払い令に基づき、幕府が撃退した事件のことを、何と言いますか？正解は、モリソン号事件です。1837年、日本人の漂流民を引き渡そうと来航したアメリカ船モリソン号を、外国船打ち払い令に基づき、幕府が撃退した事件のことを、モリソン号事件と言います。第8問。モリソン号事件における、幕府の対応や鎖国を続ける姿勢を批判し、幕府によって処罰された人物を、2人挙げてください。正解は、鷹野長英、渡辺崋山です。蘭学者の鷹野長英と渡辺崋山は、モリソン号事件における、幕府の対応や鎖国を続ける姿勢を批判し、1839年に幕府によって処罰されました。
第9問。モリソン号事件における幕府の対応や鎖国政策を批判した高野長英と渡辺崋山が1839年に幕府によって処罰された事件のことを何と言いますか？正解は蛮社の獄です。モリソン号事件における幕府の対応や鎖国政策を批判した高野長英と渡辺崋山が1839年に幕府によって処罰された事件のことを蛮社の獄と言います。第10問。1853年、アメリカから4隻の軍艦、黒船を率いて、浦賀に来航した人物は、誰ですか？正解は、ペリーです。1853年、アメリカから4隻の軍艦、黒船を率いて、浦賀に来航したのは、ペリーです。ペリーは大統領の国書、手紙を差し出し、開国することを強く求めました。これに対し、幕府は混乱し、返事を翌年に延ばし、一旦帰国してもらうことにしました。第11問。1854年、開国を迫るアメリカの要求を受け入れ、アメリカとの間に結んだ条約のことを、何と言いますか？正解は、日米和親条約です。1854年、ペリーは7隻の軍艦を率いて、再び来航しました。前回よりも強く開国を迫るペリーに対し、幕府は要求を受け入れ、アメリカとの間に、日米和親条約を結び、日本は開国しました。幕府は、イギリス、ロシア、オランダとも同じような条約を結び、200年以上続いた鎖国の時代は終わりました。第12問。日米和親条約で開港した港を2つ挙げてください。正解は、下田、函館です。日米和親条約により、下田、函館の2港を開き、アメリカの船に食料や燃料、水などを与えることを認めました。第13問。幕府に貿易を認めさせるため日本に来日したアメリカの総領事は誰ですか？正解はハリスです。アメリカから来日した総領事ハリスは幕府に貿易を開始するように強く求めました。第14問。1858年、アメリカとの間に結ばれた貿易を開始するための条約のことを何と言いますか？正解は、日米州交通商条約です。1858年、アメリカとの間に結ばれた貿易を開始するための条約は、日米州交通商条約です。第15問。1858年、反対派を抑え、朝廷の許可を得ないまま、アメリカとの間に日米州交通商条約を結んだ人物は、誰ですか？正解は、井伊直弼です。1858年、反対派を抑え、朝廷の許可を得ないまま、アメリカとの間に日米州交通商条約を結んだのは、大老、井伊直弼です。第16問。日米州交通商条約により、開港した港を5つ挙げてください。正解は、函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫です。日米州交通商条約により、開港した港は、函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫です。第17問。アメリカに続いて、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも、日米州交通商条約と同じような条約を結びましたが、この5カ国と結んだ条約のことを、何と言いますか？
正解は、安政の5カ国条約です。アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5カ国と結んだ通商条約のことを、安政の5カ国条約と言い、これらの国々との間で貿易が行われることになりました。第18問。安政の5カ国条約が日本にとって不平等条約であった理由のうち、日本にいる外国人が罪を犯した場合、その国の領事が裁判を行うことを、何と言いますか？正解は、領事裁判権、治外法権です。安政の5カ国条約では、領事裁判権、治外法権を認める不平等条約でした。第19問。安政の5カ国条約が日本にとって不平等条約であった理由のうち、外国からの輸入品に対してかけられる関税を、両国で協議して決めることを、何と言いますか？正解は、関税自主権です。安政の5カ国条約は、関税自主権がない不平等条約でした。第20問。貿易の開始により、日本が大量に輸出したものは、何ですか？正解は、生糸です。日本は生糸を大量に輸出しました。その影響で国内では品不足となり、物価が大きく上がりました。また、安くて良質な綿織物が輸入されたため、国内の生産地は打撃を受けて人々の生活は苦しくなり、幕府への不満が高まりました。第21問。天皇を尊重する思想のことで、天皇中心の政治を行うべきだとする考え方のことを、何と言いますか？正解は、尊王論です。大老、井伊直弼が、朝廷の許可を得ず、通商条約を結んだことから、幕府を非難する声が強まり、幕府に不満を持つ大名や武士の間に、天皇中心の政治を行うべきだとする、尊王論が起こりました。第22問。開国に反対する大名や武士の間に起こった考え方で、外国人を追い払おうという考え方のことを、何と言いますか？正解は、攘夷論です。開国に反対する大名や武士の間には、外国人を追い払おうという、攘夷論が起こりました。第23問。天皇を尊重する尊王論と、外国人を追い払おうという攘夷論が結びついて起こった反幕府運動のことを、何と言いますか？正解は、尊王攘夷運動です。天皇を尊重する尊王論と、外国人を追い払おうという攘夷論が結びついて起こった反幕府運動のことを、尊王攘夷運動と言います。第24問。尊王攘夷運動は、何藩の下級武士たちが中心となって進められましたか？正解は、長州藩、薩摩藩、土佐藩です。尊王攘夷運動は、長州藩、薩摩藩、土佐藩の下級武士たちが中心となって進められました。第25問。1858年から1859年にかけて、大老、井伊直弼が、尊王攘夷運動に対して行った、厳しい弾圧事件のことを、何と言いますか？正解は、安政の大獄です。1858年から1859年にかけて、大老、井伊直弼が、尊王攘夷運動に対して行った、厳しい弾圧事件のことを、安政の大獄と言います。吉田松陰をはじめ、幕府に反対する人々を捕らえ、厳しく処罰しました。第26問。1860年、大老、井伊直弼が、
江戸城の桜田門外で暗殺された事件のことを何と言いますか？正解は桜田門外の変です。安政の大獄に対して反感を抱いた水戸藩、薩摩藩の浪士たちは1860年江戸城の桜田門外で大老井伊直弼を暗殺しました。この事件を桜田門外の変と言います。第27問。1862年東海道沿いに位置する生麦村で起きたイギリス人の殺傷事件のことを何と言いますか？正解は生麦事件です。尊王攘夷運動が高まる中、1862年東海道沿いに位置する生麦村、現在の横浜市で、薩摩藩の武士が大名行列の前を馬に乗ったまま横切ろうとしたイギリス人を殺傷した事件を生麦事件と言います。イギリスは薩摩藩に関係者の処罰を求めましたが、薩摩藩は拒否しました。第28問。生麦事件の翌年の1863年、薩摩藩とイギリスの間で起こった戦いのことを何と言いますか？正解は薩英戦争です。生麦事件の翌年の1863年、イギリス艦隊が鹿児島を砲撃しました。この薩摩藩とイギリスの戦いを薩英戦争と言います。イギリスの攻撃により鹿児島の町の一部が焼き払われるなど大きな被害を受けた薩摩藩は、イギリスの強さを知り攘夷を捨て倒幕へと方針を変えました。第29問。1863年長州藩が関門海峡を通る外国船を砲撃したことに対し、1864年イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国の連合艦隊が下関の砲台を攻撃し占領した事件のことを何と言いますか？正解は四国艦隊下関砲撃事件です。1863年長州藩が関門海峡を通る外国船を砲撃したことに対し、1864年イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国の連合艦隊が下関の砲台を攻撃し占領した事件を四国艦隊下関砲撃事件と言います。この戦いで欧米諸国の強さを知った長州藩は攘夷を諦め、欧米諸国に対抗できる新しい国づくりが重要であると考え倒幕を目指すようになりました。第30問。1866年薩摩藩と長州藩が江戸幕府を倒すために結んだ同盟のことを何と言いますか？正解は薩長同盟です。1866年に薩摩藩と長州藩が江戸幕府を倒すために結んだ同盟を薩長同盟と言います。大きな力を持つ薩摩藩と長州藩は対立していましたが、対立していた2つの藩が倒幕を目的とした同盟を結んだことから、日本国内は一気に倒幕へと傾いていきました。第31問。薩長同盟を結んだ薩摩藩の人物は小松帯刀と誰ですか？正解は西郷隆盛です。薩長同盟を結んだ薩摩藩の人物は小松帯刀と西郷隆盛です。第32問。薩長同盟を結んだ長州藩の人物は誰ですか？正解は木戸孝允です。薩長同盟を結んだ長州藩の人物は木戸孝允です。第33問。薩長同盟の仲介をした土佐藩出身の人物は誰ですか？正解は坂本龍馬です。
薩長同盟の仲介をした、土佐藩出身の人物は、坂本龍馬です。第34問。江戸幕府の15代将軍は、誰ですか？正解は、徳川慶喜です。江戸幕府の15代将軍は、徳川慶喜です。徳川家最後の将軍です。第35問。1867年、徳川慶喜が、政権を朝廷に返したことを、何と言いますか？正解は、大政奉還です。1867年、徳川慶喜が政権を朝廷に返したことを、大政奉還と言います。薩長同盟の成立により、倒幕の動きが強まったことを見て取った慶喜は、政権を朝廷に返上しました。慶喜は、政権を返上した後も、徳川の勢力を保ったまま、新政権の中で実権を握ることができれば良いと考えていました。第36問。徳川慶喜の大政奉還に対し、朝廷が天皇を中心とする政治に戻し、幕府を廃止することを宣言したことを、何と言いますか？正解は、王政復古の大号令です。徳川慶喜の大政奉還に対し、朝廷は王政復古の大号令を出しました。天皇を中心とする政治に戻し、幕府を廃止することを宣言し、慶喜に領地を返すことなどを命じました。これにより、およそ260年続いた江戸幕府は滅亡しました。鎌倉時代から約700年続いた武士による政治も終わりました。第37問。1868年、薩摩藩と長州藩を中心とする新政府軍と、王政復古の大号令に不満を持つ、会津藩、桑名藩を中心とする、旧幕府軍が戦いましたが、この戦いのことを、何と言いますか？正解は、鳥羽・伏見の戦いです。1868年、薩摩藩と長州藩を中心とする新政府軍と、王政復古の大号令に不満を持つ会津藩、桑名藩を中心とする旧幕府軍が戦いました。この戦いのことを、鳥羽・伏見の戦いと言い、旧幕府軍は敗れました。第38問。江戸へ帰った徳川慶喜を討つため、軍を江戸に進めた新政府軍に対し、旧幕府軍が、戦うことなく江戸城を明け渡したことを、何と言いますか？正解は、江戸開城です。旧幕府軍が、戦うことなく江戸城を明け渡したことを、江戸開城と言います。新政府軍は、江戸へ帰った徳川慶喜を討つため、軍を江戸に進めましたが、旧幕府軍は、戦うことなく江戸城を明け渡しました。第39問。1869年、函館で起こった、新政府軍と旧幕府軍の最後の戦いのことを、何と言いますか？正解は、五稜郭の戦いです。1869年、函館で起こった、新政府軍と旧幕府軍の最後の戦いは、五稜郭の戦いです。第40問。1868年の、鳥羽・伏見の戦いから始まり、1869年の、五稜郭の戦いで旧幕府軍が降伏して戦争が終わるまでの、15代将軍、徳川慶喜を擁する旧幕府軍と、薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍で争われた一連の戦いのことを、何と言いますか？正解は、戊辰戦争です。1868年の、鳥羽・伏見の戦いから始まり、1869年の、五稜郭の戦いで旧幕府軍が降伏して戦争が終わるまでの、15代将軍、
徳川慶喜を擁する旧幕府軍と薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍で争われた一連の戦いのことを戊辰戦争と言います。戊辰戦争の終結で新政府による国内の統一がなされました。第41問、年号を埋めてください。ロシア使節のラクスマンが根室に来航する。外国船、異国船打ち払い令を出す。アメリカ使節のペリーが浦賀に来航する。日米和親条約が結ばれる。下田、函館の二港が開港される。日米州交通商条約が結ばれる。五港が開港される。領事裁判権、治外法権を認める。関税自主権がない。欧米諸国との貿易が始まる。安政の大獄が始まる。尊王攘夷運動が高まる。正解は1792年、ロシア使節のラクスマンが根室に来航する。1825年、外国船、異国船打ち払い令を出す。1853年、アメリカ使節のペリーが浦賀に来航する。1854年、日米和親条約が結ばれる。下田、函館の二港が開港される。1858年、日米州交通商条約が結ばれる。五港が開港される。領事裁判権、治外法権を認める。関税自主権がない。欧米諸国との貿易が始まる。1858年、安政の大獄が始まる。尊王攘夷運動が高まる。です。第42問。年号を埋めてください。桜田門外の変が起こる。生麦事件が起こる。薩英戦争が起こる。四国艦隊下関砲撃事件が起こる。薩長同盟が結ばれる。十五代将軍、徳川慶喜により、大政奉還が行われる。江戸幕府の滅亡。戊辰戦争が起こる。正解は1860年、桜田門外の変が起こる。1862年、生麦事件が起こる。1863年、薩英戦争が起こる。1864年、四国艦隊下関砲撃事件が起こる。1866年、薩長同盟が結ばれる。1867年、十五代将軍、徳川慶喜により、大政奉還が行われる。江戸幕府の滅亡。1868年、戊辰戦争が起こる。です。問題は以上です。今回は、江戸時代の、開国、江戸幕府の滅亡についての学習でした。定期的に繰り返し視聴して知識を定着させましょう。チャンネル登録をよろしくお願いします。